残る二人のうちどちらかがケテルじゃ。いずれにせよ明日の朝には答えが出るだろう。修行は終わりだ。無駄だよ。その扉は光の試練をクリアしなければ開けられぬ。悔しいか？悔しければその怒りを力に変え光の試練をクリアするのだ。それしか天界を救う道は残されておらぬ。黙れ！無駄だと言っているだろう。道がないのなら作るまでだ。信じられん。まあ待てルシファー。また奇妙な力を。まったく、年寄りはいたわれと教わらなかったのか。はあ、持っていけ。これがお前の道しるべとなろう。まっず、それ何の実？ちび足変えて。やだよ。なんでよ、いいじゃない。ルシファー、あんなに早く飛べたっけ。ルシファーは天界に向かったよ。修行は成功したんですか。あやつが己の光を見つけぬ限りケテルに勝てる可能性は。万に一つもない。
と思っていましたよ。友情とはなんと美しく。なんと愚かなのでしょう。ミカエルさんにもお友達の最後を見せて差し上げねば。いい顔です。ですがあなたの役割は終わりました。何をこの息です。それこそがセレモニーの始まりにふさわしい。始まりだと貴様何を。いよいよこの物語もフィナーレです。悪夢だ。直ちにこの島にいる人々の退避を開始してください。ビナー様、オーブ法を使用します。ビナー様、お待ちください。大天使長たちが倒れた今、他に手はありません。私には人々の命を守る責任があるのです。この島を放棄します。撤退を確認。いつでも撃てます。8時の方向に生命体を確認。ルシファーです。ソイン、そのまま待機。ルシファー、私たちはここで永遠の愛を誓い合い、一つとなるのです。
どれほど待ち望んだことか。お会いしたかったですよ、私の愛しいルシファーさん。さあ始めましょう、私たちの。ウェディングゲームを。この目でこの手で今切り開く全て背負う。